さあ攻守方向入れ替えまして、これより最終クォーター第4クォーターに入ります。これより第4クォーターが始まります。ノービスフォースダウンロング、ノービスフォースダウン19の状況で試合再開です。バントフォーメーションを選択しました。さあ静岡これリターンに入ります。しかしこれはノービスカバーしており、静岡陣、静岡を静岡自陣12ヤード付近でとどめ、この位置での攻守交代としました。さあその差4点、この攻撃シリーズで得点に結びつけることができるでしょうか。静岡ファルコンズボールオンは自陣10ヤード地勢、自陣9ヤードの地にセットされました。この位置から静岡ファーストアンテン、さあまずランプレーによる突破を図ります。ハンドオフをしまして、ランニングバック40番左オフタックルをつきまして、タックル受けながら約2ヤードのゲインとしています。わずかなゲインとなっております。失礼、ゲイン1ヤードに訂正します。キャリア40番は坂口、静岡ファルコンズセカンドダウン9、静岡自陣11ヤードからセカンドダウン9。さあここでイエローフラッグ反則が発生しています。しかしここでイエローフラッグが投げられております。ディフェンスの反則です。オフサイド、ボールが動く前に相手エリアに侵入しておりましたが、しかしこの反則を静岡は取りません。ランプレーのゲインを有効としましてサードダウンに変えます。ここでノービスにオフサイドの反則がありましたが、静岡ファルコンズこれを取らず、静岡ファルコンズサードダウン2の攻撃となっております。静岡サードダウン2、ボールオン自陣18ヤード、攻撃権更新ファースター。静岡ランニングバック40番トスを受け右オープンへスイープレー、味方ブロックを生かし見事攻撃権更新を果たしました。静岡ファルコンズファースター、攻撃権更新決めました。ランニングバック40番は坂口、自陣23ヤード付近よりファーストアンテンの攻撃です。静岡自陣23ヤードの位置に入りましたのファーストアンテン、ナイスラー。クォーターバック7番パスを投じようとしましたが、プレッシャーからスクラム、ディフェンス殺到する中左オープン展開しまして約9ヤードのゲインに変えました。素晴らしいクォーターバックスクランブルを決めました。クォーターバック7番は磯、静岡はセカンドダウン残り1ヤード、さあ突破している。
ここでランニングバックに託しました。裏をつくように中央突破をしました。ランニングバック27番左オープンを疾走しまして大きくゲイン、静岡ファルコンズファースト。敵陣に入りまして静岡ファルコンズ敵陣36ヤード付近よりファーストアウトの攻撃、一気に相手陣36ヤードに入りまして静岡ファーストアウトとなります。さあこのチャンス生かせるでしょうか静岡ファルコンズ。ファーストアウト、さあここで中央へのパワープレー、フルバックに持たせて中央への大プレーを展開しようとしました。キャリア42番、しかしこれはノービスディフェンス陣もカバーしノーゲイン、セカンドダウンに変わります。セカンドアウトの攻撃と移ります。静岡ファルコンズ相手陣36ヤードからセカンドアウト、さあパスは通った。クォーターバック7番左にいたワイドレシーバー11番にパスを通しました。外へ出ましたのでゲインは約4ヤード、しかしここでイエローフラッグ反則が発生しています。ディフェンスの反則です。レイトヒット、プレーが終わった後にヒットしました。この反則は重大な反則として扱います。反則発生地点から15ヤードのバッタリ、そして攻撃権は自動的にファーストダウンになります。従いまして静岡ファーストダウン獲得です。ここでノービスに大きなミスがありました。レイトヒットにより大きく自陣を侵入を許す形になります。静岡このチャンス生かせるでしょうか。ボールオンは相手陣18ヤードにセットされました。静岡ファルコンズファーストアウト、中央のランタッチダウン、タッチダウンです。ここで静岡は中央のアンプレアを選択、そのボールを託されました40番、一気にエンドゾーンを落としへ、静岡ファルコンズタッチダウン。現在スコア表示にトラブルが発生しておりますが、ここではタッチダウンが成立しました。ノービスは15点となっております。静岡ファルコンズトライフォーポイントです。キック成功、1点追加、ドライバーポイント成功、静岡ファルコンズここで1点追加し、ドライバーポイント成功し、静岡ファルコンズ18点、ノービス15点となっております。静岡7点獲得という形になりました。スコアコントロール戻りましたらそのスコア表示訂正させていただきます。第4クォーター終了まで残り8分13秒となっております。はい、それでは頼みました、頼みました。相手パス放ってくるからな、残り時間もうする気がするしろ。もっとみたいな身分も関係スコア表示に訂正ができる状況になりますので少々お待ちください。試合は静岡ファルコンズのキックオフで再開という形になります。静岡ファルコンズのキックをノービスワイドレシーバー19番宮城君がキャッチし、リターン自陣39ヤード付近よりノービスファーストダウンの攻撃です。
です。坂口最高。最高。今日一出たわ。さあ、攻守変わりまして、ノービスの攻撃という形になります。さあランプレーに入った。ナイスランファースターノービス、ここは反撃に出るランプレーをまず最初に決めまして、攻撃権更新としています。ノービスロングゲインです。敵陣に入りまして、ノービス敵陣47ヤード付近よりファースト点。ノービスランニングバック24番スミヤ君が中央のプレーをつきましたが、静岡ディフェンスの早い反応に遭い、ゲインならず。ノービスセカンダウン8の攻撃に移ります。スコア修正、失礼しました。ノービスファーストダウンテン、静岡9人さん。ここで左に流れてクォーターバック11番パスを投じようとしました。しかしこれを静岡99番殺到しました。キュービーサーク約15ヤードロスを奪いました。ノービスここで大きくロスをしております。ノービスサーダーロス、さあここでホイス、ノービスタイムアウトを取ります。ここでノービス後半1回目のタイムアウトです。ノービスここでタイムアウト、後半1回目です。後ろから見ろ、後ろから行っちゃってんじゃん、行こう行こう。さあノービスこの状況を打開できるでしょうか。サードダウン25の状況になっています。失礼しました、サードダウン23に訂正します。さあしかし状況は厳しい。ノービス勝負の勝負だけし、このプレーでも持ってけ、後ろから後ろから取ってタップルでいいよ。イエローフラッグ反則です。反則が発生しました。ここでイエローフラッグが流れております。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。オフェンスチームは揃ってスタートをしなければいけません。5ヤード抜退し、サードダウンやり直しという形になります。5ヤードの抜退となっております。ノービスサードダウンロングの攻撃です。ノービス自陣35ヤードからサードダウン28。インターセプト。これインターセプトです。
クォーターはここで右に流れロングパスを投じました。しかしそのパスを取ったのは静岡42番、インターセプトにより攻守交代です。ターンオーバー。パスタニ君が投げたパスを42番、見事インターセプトしましたのは静岡ファルコンズ42番の矢島。静岡自陣45ヤードの位置からの攻撃を終えます。静岡ファルコンズファースター。中央のランプ、先ほど大きく展開しました中央のランプレーでまず1点目が入ります。ダニバックは43番の大畑でした。ゲインは約3ヤード。静岡ファルコンズセカンドダウンセブン、パス不成功。ここでクォーターバック7番プレイアクションからロングパス、ターゲットは3番でしたがパス不成功に終わっています。ダウン1つ失いサードダウンと変わります。静岡ファルコンズ自陣47ヤードからサードダウン7。ここでホイッスル。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。先ほどのプレー揃ったスタートが切っておれませんでしたので5ヤード抜体となります。ここで負傷者が発生しているためレフェリータイムアウトが入ります。静岡自陣42ヤードからサードダウン13の状況となりました。ここで外に広がったランニングバック43番へのフレアパス、キャッチアンドランにランにより攻撃権更新を図りましたがしかしフォースダウン10の状況となります。静岡ファルコンズフォースダウンの攻撃です。ここはノービスディフェンス陣踏ん張りました。静岡フォースダウン10、パンフォーメーション。このパントはノービス陣40ヤード付近でボールが止まりまして、この位置での攻守交代となります。静岡ファルコンズパントを蹴りまして、攻守交代。さあノービスは自陣41ヤードからの攻撃権を得ました。その差3点、このシリーズで状況を覆すことができるでしょうか。試合時間は残り4分18秒となっています。
ノービス自陣41ヤードからファーストアンテン。さあ中央ドラゴン展開しようとしたが、しかしここで静岡ナイスディフェンス。ジャニーバック24番のランプレーを静岡53番がソロタックルしまして、ノーゲインとしました。ノービスランニングバックは24番の隅谷、しかしそれをタックルしました静岡ファルコンズ。53番は清水。ノービス自陣41ヤードからセカンドダウン10。パス不成功。ここでクォーターバック11番パスプレーを選択しましたが、ワイドレシーバー6番スイップ、パス不成功でサードダウンに変わります。ダウンが攻撃しまして、サードダウン、ノービスサードダウン戦の攻撃になっています。ノービス自陣41ヤードからサードダウン10。試合時間残り3分34秒。インターセプト、ターンオーバー。ここでクォーターバックがパスプレーを投じましたが、しかしそのパスを取ったのは静岡ファルコンズ。インターセプトにより攻守交代です。ターンオーバー。素晴らしいビッグプレーにより攻撃権を奪い返しました静岡ファルコンズ。ハーフウェイから静岡ファルコンズファーストアンテン。後半終了まで残り3分1秒となっております。中央ランプレー、しかしノービスの踏ん張る。このランプレーの、ゲイン1ヤードに止めました。しかしキャリアは中で倒れています。時計は回ります。静岡ファルコンズセカンダー8の攻撃です。静岡相手陣48ヤードからセカンダウン8。これはノービスナイスです。再び中央のランナーがここでノービス71番猛チャージ。このランプレー1ヤードロスに変えました。71番は木山。木山君の早い出しにあり、さあこれよりサードダウン9の状況に追い込みました。時計は回っております。試合時間残り2分20秒を切りました。静岡陣49ヤードからサードダウン9。静岡ファーストクォーターバックの7番、ここでハンドオフェイからブーツレック。ハンドオフをするフェイクから自らを裸の状態で左オープンに展開し、相手の裏をかいて大きく出そう。攻撃権更新、静岡ファルコンズファースト。素晴らしい QB ブーツレック決めましたのはクォーターバック7番の磯。静岡相手陣28ヤードからファーストダウン10。さあランプレーを入れます。ここで
はホイッスル。リゲイのランプレーを心にして、ニアンドホのゲイン。スーパーガード。ノービス。ノービス、ここで後半2回目のタイムアウトを使います。ここでノービスにチームタイムアウト。静岡はここで中へのランプレーを展開し、時間を見事に消化しているため、ここでタイムアウトを取り、なんとかその消費を食い止めようとしています。後半終了まで残り1分24秒となっております。時計は試合時間残り1分24秒で止まりました。ノービス15点で静岡がリードしております。試合再開となります。静岡相手陣26ヤードからセカンドダウン8。試合時間残り1分24秒。タイムアウトが明けまして、静岡ファルコンズセカンドダウン8の攻撃です。ここでホイッスル、そしてイエローフラッグ反則が発生しています。しかしここでイエローフラッグが投げられております。ディフェンスの反則、オフサイド。ボールは5枚に相手エリアに侵入しました。5ヤードバッタイという形になります。ここでノービスにオフサイドの反則があり、5ヤードのバッタイとなります。ボール位置が5ヤード上がりまして、静岡ファルコンズ相手陣23ヤードからセカンドダウン4の状況になります。試合時間残り1分17秒。さあここでイエローフラッグが出ています。この反則果たしてどちらであったでしょうか。イエローフラッグが投げられております。オフェンスの反則です。ホールディング、相手選手を掴んでおりました。ボールを持っている選手チームは相手選手を掴んだり握ったりしてはいけません。反則発生点により10ヤードバッタイという形になります。ここで静岡ファルコンズにホールディングの反則があります。失礼しました。反則発生点からの10ヤードのバッタイです。静岡相手陣32ヤードからセカンドダウン14。試合時間残り1分11秒。静岡ファルコンズセカンドダウン13ヤード。さあここでカウンターのランプレーを入れました。このランプレーにより約5ヤードのゲイン。ここでホイッスル。静岡ファルコンズ左へのランプレーを試みまして約5ヤードほどゲイン。チームタイムアウト。ノービス。ノービス、ここで後半3回目最後のタイムアウトを取ります。これによりノービスに時計を止める手段がなくなりました。後半3回目を使用しております。後半終了まで残り58秒。アントフォーメーションで入った方でちゃんとボールにした方がまずミスないかもしれない。アントで入って言ってディレイとディレイもらって、試合再開です。
静岡ファルコンズ相手陣27ヤードからサードダウン8。試合時間は残り58秒。パス成功。クォーターバック7番、ここでワイドレシーバー3番にパスを投じました。成功していますが、しかし攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンに変わります。シェスが中で倒れているため時計が回り続けます。静岡ファルコンズフォースダウン5。静岡相手陣24ヤードからフォースダウン5。ここでホイッスル。静岡ここで後半1回目のタイムアウトを取ります。制限時間ギリギリまで時間を消化してタイムアウトを取りました。ここで静岡ファルコンズにチームタイムアウトです。試合時間残り10秒となっております。静岡フォースダウン5。タイムアウトを解けます。プレーを選択します。フォースダウンギャンブル。静岡ファルコンズフォースダウンギャンブル。さあ左オープンへのランプレーだが、攻撃権更新には至っておりません。4回目の攻撃失敗という形になりますので攻守交代となります。試合時間残り4秒を残した状態で攻守攻撃権ノービスに変わります。それでノービス自陣22ヤード付近よりファースト点の攻撃になっていきます。後半終了まで静岡ギリギリまで時間を使い尽くす形を選択し、そのまま試合終了に持ち込もうとしましたが、わずか4秒しかしそれはなりませんでした。ノービス、この4秒を生かすことができるでしょうか。ボールオンは自陣22ヤードにセットされました。ノービスファーストダウン10。試合時間残り4秒。ここでイエローフラッグ、反則が発生しています。そしてここでイエローフラッグが投げられております。オフェンスの反則です。リレーオブザゲーム、制限時間内にプレーを始められませんでしたので5ヤードバッタリとなります。ノービスボールオン自陣16ヤードに下げられました。ノービスフワストン15、残り時間4秒。ノービスここで5ヤードのバッタリとなり、ファーストダウン15ヤードからの攻撃となります。残り時間残り4秒。パス成功。そしてここで試合時間がなくなりました。試合終了となりまして、静岡ファルコンズ18点、ノービス15点で静岡ファルコンズの勝利。静岡ファルコンズオーシャンボールと出場決定です。ノービス15点、静岡ファルコンズが勝利いたしました。5月11日日曜日に富士通川崎スタジアムに開催されます第29回日本プライベートフットボール協会全日本
本選手権大会出場いたします。素晴らしい試合となりました。オーシャンボール、その出場を決める代表決定戦にふさわしい攻防を見せました。この両雄の一戦は最終的に勝利したのは静岡ファルコンズとなりました。本日はありがとうございました。静岡ファルコンズ、見事な戦いぶりでした。ナイスゲームでした。そしてノービス、敗れたけども素晴らしい勝負でした。西日本代表にふさわしい素晴らしい戦いをありがとうございました。JPFF の東海地区は今日その中日本エリアに強豪である長野ブルーファーズ、そして金沢ワイセンベルグを抱えるブロックでもあり、東海リーグは常に新三本を舐める状況にありました。しかしついにその一角に静岡ファルコンズが穴を開け、オーシャンボール出場を決めました。お気をつけてお帰りください。その戦いにふさわしい見事な勝負を両チームありがとうございました。ナイスゲームでした。またゴミの持ち帰りにご協力いただきますようお願いいたします。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのはグドンダが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。これを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が動き変わります。それは大学で名をとどろかしたスタープレイヤーがもたらしていくのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。この激闘を制したのは最終的には第3の雄と呼びましょう、静岡ファルコンズとなりました。その彼らが果たしてオーシャンボールでどのような勇姿を見せるでしょうか。その光景を楽しみとしつつ、本日の配信終わらせていただきます。皆様長時間のご視聴ご観戦ありがとうございました。この配信は JPF の許可を得まして、私道楽屋リチャが実施させていただきました。またお会いしましょう。それでは失礼いたします。